どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に 今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。昨日始まった強烈なバンドウォーク、今日も継続、冒頭の S 級集となっています。まあ、もしかしたら33000円台、それと34000円台もぶち抜いた格好でね、35000円台の S 級決着もなんとなく見えてきたというね、もうちょっとあんまり経験がない状況になってきています。そこで今日はバンドウォークの確認と、それから 止まるとしたらこのチャートを見ておくべしと、まあ、こういうのを今日は取り上げています。S q 確定後の動きが重要になるので、まあ、特にね、今日取り上げたチャートなんかも見ていかないといけないので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速1月12日日経22 5オプション考察始めていきましょう。 はい。1月11日の相場外況からですね。日経平均3万五千、飛んで49円、608円高、プラス1.77%。トピックス2482.87、プラス38.39で、プラス1.57%。グロース706.19で、マイナス1.50、マイナス0.21%。次に売買代金。 今日はまだ S q 前日なんですけどね。プライム4兆7912億円。めちゃめちゃ売買代金も多い1日となりました。スタンダード1526億円。グロースが1027億円となっています。次にビックスですけれども、12.87。昨日が12.91ですから、まああんまり変わってませんね。そして日経平均 VI の方は今日608円だが、昨日よりは上昇幅としては多くないんですが、 1.46上がって21.08株価が急騰する中でボラティリティも急激に上がるまあそんな展開になってきています。はいではチャートの方から見ていきたいと思います。まずは 日経の冷やし窓を開けて大きな上昇まさかの3万5 0円超えという形。今日高値は3万5 157円まであって、終わり値は3万5 0 49円。しかし、この後、まあ今日ね、カブラボの方でもやりましたが、えこの後、 まあ、引け後にね、ユニクロ、ファーストリテイリングが決算を発表して、まあ、先物はさらに300円高ぐらいしたと。まあ、35,400円ぐらいまでいったんじゃないですかね。一旦ね。まあ、もう本当に非常にぶち上がったところで、まあ、一旦、この後出てくんのかなチャートがね。はい。で、まあ、もう、うん、あの、 バンドオークしてるので、ね、どこまで上がるかっていうのはあの見ちゃだめよというのは、ね、もう散々お話をしてき,、ま、して,きていますがバンドオークが止まる下落の 5MA クロスが発言する、まあ、とにかく天井をつけて明確に下がるサインが出ない限りは上です。 ただし、そんなね、バンバカバンバカこんな急激に上がり続けられることはないので、まあどっかで崩れてきます。まあこれは、えっと、ボリンジャーバンドのところでお話をしましょうかね。このプラス2シグマを終わり値で割ったらまだ結構距離ありますからね。で、21時01分。 に先ものですが 35, 円今ね、ちょっと21年半ぐらいに収録開始してるんですが、270円ぐらいかな。ちょっとさすがに息切れしてる感はありますが、まあそれでも35300円近辺ということで、まあこの状況だと、まだね、三シグマに沿っての、えっと、位置関係なんですよね。はい、1日2日とバンドオークが継続しています。今日、今日というかもう、 えっと、S q 日12日の足で3日目となってます。ただね、この3日目っていうのは、 明日、朝、寄り付きが SQ ですから、まあ、この後ね、急落してくる展開も十分あり得るので、まあ、そこは昨日の動画なんかも見ていただくと、まあ、ま、ね、あの、フォロースルーデイ、日本版フォロースルーデイなんかも、今日もフォロースルーデイになったんですね。出来高も多くって1%以上上がってますから、3日連続のフォロースルーデイを SQ 種につけてるという状況で、まあ、これは、ま、さすがにちょっとやりすぎ感もあるので、SQ 通過後の、まあ、ま、おしめというかね、あの、一旦の下げっていうのは注意を しておく必要があります。はい。なので、もう今日はこのぼあとボリンジャーバンドだけ見ておけばいいということですね。バンドウォークが終了するかどうか終了しない限り。つまり2。シグマと3。シグマの間上に。 言ってる間、上に行ってるというか、まあ、ちょっとぐらい下がってもですね、2シグマと3シグマの間にある以上は、またすぐ切り返す可能性があるので、安易に売ってはダメですよ、と。まあ、こういう展開になります。でね、もう、あの、今日もカブラボとかで言ったんですけど、一番強いんですね、バンドウォーク。まあ私が定義する、プラス3シグマにタッチしてからの、えっと、この、 西シグマ三シグマの上昇もしくは下落このバンドウォークってのが、まあ、直近短期チャートにおける王様なのでそれ以外にサインが出ても、まあ、全部無視とりあえずバンドウォークが終わるまでは上昇するんだと見ておかないといけないんですがそれでもまあ、上値がねいっぱいいっぱいになるサインとしていくつかチャートが出てるのでそれを見ていくとまずは 25MA 乖離率ですねこれ先物で 現物がまだこれぶち抜いた状態なんですけど、先物一日足が進んでですね、これさらに上に行かないと、これ抜けていかないんですね。一旦、プラス2シグマ、これは 25MA 乖り率のプラス2シグマにタッチしてきています。で、さすがにタッチして、もう一回ね、この内側に跳ね返されたら、まあまあ株価が天井をつけるか、えっと、横ばい。横ばいになっている間に 25MA が上がってきますから、乖り率は下がっていきますよね。で、これで、また、 このゼロライン金棒に戻っていくと、まあ行き過ぎたものは、えっと中央値に戻るという形になるんで、まあ今ね、これ抜けて、ちょっとまた内側に入ってきてますから、ここ35,300円から250円ぐらい終わってくる展開になると、これ内側に入ってくるので、そうすると株価はね、下がるか、あの、 横ばいかはちょっとわかりませんが、まだこれ 25MA って角度が全然上がってこないので、まあ少しね株価が下がる形で 25MA に迎えに行ってこれが下がってくると。という流れになるとしたら、まあ一旦もうね、ちょっとバンドークまだ2日目なんですけど、SQ という絡みで止まるかもしれない。もう一つ ATR トレンドで見ると、ね、すごい、この一旦崩れた紫の ATR トレンドね、下値、ね、切り上げに、 戻ってきて、一旦これ上値抑えられたんですけど、これ抜けたらですね、こういうことも滅多に起こらないんですが、もう本当にめちゃくちゃ強い上昇ということになります。ただ、プラス DI がもう42.99まで上がってきちゃってるんですね。プラス DI は39を超えてくると、天井をつけやすいと。まあ、これも25円目返りと一緒で、いきなり株価が急落とかではなくてですね、上げが止まりやすいと。 いうところですね直近もここ1回下がってまた切り返していくんですけど、まあ、目先ちょっとね上根が重くなったし、まあ、この辺りも上根が重くなってこっからは下がっていきましたよね。つまり 39超えてくると、まあさすがに上値が重くなるというところで、まあこのあたりからも、まあさすがにちょっとスピード違反かなと、SQ というタイミングで、まあ少しね、下がってきてもおかしくないなと。はい。で、えっと、今日は株ラボのサブチャンネルで日本株についての、えっと、お話をしています。で、今日ね、あの、ここだけちょっと被りますが、ぜひこの後この動画の 概要欄にリンク貼っとくので、まあ、こちらの動画も見ていただきたいんですが長い目で見たときに昨日今日の動きで、まあ、私は、ね、日経金のレンジが1段階上がったんじゃないか、まあ、ざっくり3万円3万3000円3万6000円という3000刻みで、まあ、このバーを引いたときに、ね、今までは え、この6月高値をつけてからの半年は3万円から3万3千円まあ、750円ぐらいオーバーシュートしてたんですけど、まあ、これぐらいの位置にいたところが、まあ、年始大発会こそ一時的に3万3千円割れましたけどね、そこから切り返して、で、強い。で、あっという間にもう3万6千円が見えてくるみたいなところまで来ましたから、これはもう3万3千円を下ため、底固がためしてですね、3万3千円から3万6千円にレンジチェンジしたんじゃないか。EPS と PR の まあ、今日ね、これ、えっ、ー、と、2230円ぐらい下がったのかな ?39 円ぐらいになってるのかなはい。まあまあ、あんまり、あ、3円か。2256円か。3円しか下がってないですね。はい。まあまあ,あの、これ、昨日までが59円で、今日が56円になってましたかね。まあ、いずれにしても PR16 倍で3万6100円ぐらいですから、まあ、大体こんなもんかなと。ただ、今まではこの辺にいた水準が、年始早々水準が上がってるとしたら、 まあちょっと下目線で考えている場合は、マインドチェンジしとかないと危険だし、3万3000円まで次また下がるようなことがあれば、もうこのあたりで、3万3000円までいかなくてもね、3万4000円を割ってくるみたいな展開からはですね、もう、おしめ買いをしていってもいいんじゃないかと、もう3万3000円がね、 目先よほど悪材料とかまた欧米が崩れてくるとかねリセッションとかそんな話にならない限りはまあこの辺り固まってきたこれが見えたのが今年の年末年始だったんじゃないかなという気がしていますただまあ目先心配なのはねちょっと当落列車用なんですねこれ連日お話をしてますがじりじり上がってとうとう15日は157まで来ていますでこれがですね あ、まだね、投落レシオが157で、25日も118でもうこれ120近づいてますから、まあさすがにちょっと投落レシオからも、さすがにちょっとやりすぎ感が出てきている。ただこれは遅効指標なので、いつこれで株価が下落、押し目に向かうのかってのは、なかなかね、当てるのが難しい。ちょっと と気をつけとかないといけないよっていうアラートがもう出ていると。で、次に新高値、新安値です。まあ、さすがにこれだけ株価がガンガン上がってくると、まあ、新高値の数がどんどん増えてくるんですけど、今日244ということで、えっと、新高値が200を超えてきました。で、これ200を超えてくるというのが一つの、まあ、私の中のチェックポイントで、まあ、かなり株価全体がね、そこが上がってる。まあ 強いのでいいことなんですけど、行き過ぎはいずれどっかで株価は反転するので、そのターニングポイントにちょっと近づいてきたのかなという感じです。で、200を超えた時って、えっと、2023年って3月の、まあこれ、S q 州ですね、この後シリコンバレーバンク破綻問題でキュッと下がるんですけど、それから4月はこれ、バフェット さんが来た翌々週かなで、6月は、えっと、一旦もう急騰した後の天井をつけたところ、そして8月は、もうちょっと上がってからもう一回下がりますけどね、2023年は4回あったんですね、新高値が200銘柄を超えたときって。 で、それぞれ見ると、4月、これもうバフェットさんが来て、急激に株価が1、ね、水準を3万円から3万3000のところに切り上げる過程の強い状況の時は、まあ、そのまま上昇していったんですけど、それ以外の時は目先、さすがにちょっと冷やしが入ってるんですね。6月はしっかりその後下げましたし、8月は翌週は上髭からちょっと下がって、で、また一回上がるんですけど、その後ね、 こう下落してくるということで、さすがに新高値が200超えてくると、まったちょっと天井圏を警戒しないといけないかな。ただ、この4月24日の時みたいに、ここからもう一段ね、4万円に向けてのスタート地点だったみたいな感じで、後から考察されるような、もし場面になるんだったら、ここで全然ね、 止まらないですけど、まあ、ただちょっと高値圏ではあるので、さすがにこの6月の時と、まあ、状況がね、似てきてるんじゃないかなという気もしてきていて、SQ またいだ後に少し一服があってもおかしくないぐらいの、まあ、ちょっとね、やりすぎ感はあるかなと見ています。はい、あと世界の株価を見ると、まあ、ヨーロッパは横ばい、ニューヨークも今日は横ばい。まあでも、SP500 がプラスの0.15で、ナスダック100がプラスの0.35ですから、まあまあまあ、あの恐怖 指数ビッグスもちょっと上がってるんですけど一応プレはニューヨークも、えっと、欧米も強あ欧米といか欧州もしっかりしているそして今日は中国もなんとかしっかりしていて、まあ、全体的に、ね、安定している中でですから、まあ、これ280円ですけどね21時25分。あの ユニクロのファーストリテイリングで、明日は S q ですから、ここがね、ちょっと夜まで、明日は時間がかかるかもしれないですね。かなり仕掛けが入る可能性があるので、これ、S q 値がもうちょい上になっても全然おかしくないなという気もします。で、ビットコインはこれ、ETF がね、承認されたということで、非常に強くなって、これ、685万円と、ね、いよいよあの最高値が700数十万でしたから、これ、ビットコインも、 最高値っていうようなまたヘッドラインが、ね、出てくるかもしれないですね。まあ、いずれにしても世界的にあのいろんな指数、今日は底堅いという状況で、明日の S q に向かうと、そしてただ、もうこれ、動画を見、ね、皆さん見てらっしゃる 方は、あの、もう CPI が出たと思いますが、まあ私これまだ21時45分なので、まだ22時半の CPI 出てません。で、えっと、コアが4.0に対して3.8の予想ですから、まあ CPI はね、順調に下がっている。で、おそらく CPI で株価はそんなに上下しないとは思うので、まあここを無難に通過すれば、今日は底堅いんじゃないか。そうするとね、S q 値、これ3万5千台つけちゃうんじゃないかという気もしてきています。 はい、ここからはオプションの手口ですけれども、もうこ、1月切りが終了したので、これでね、予測をしてもあんまり意味がありませんし、急騰されちゃったのでですね、33,500円よりも上だと思いますというトンチンカンな解説しかできない状況なんですよね。で、えっと、もちろん枚数多いんですけど、もうこれ SQ の直前ですから、決済力がかなりあるんで、えっと、ただ枚数が増えてるというわけでもないんで、この枚数、トレード枚数だけ見てね、ああだこうだ、 言っても仕方がないという形だとは思いますが、まあ、それでもね3万5000とかそこまでね今までポジションがそんなに積まれていない、まあ、積まれていないことはないんですけどそんなにねうあの なんでしょうね、めちゃくちゃ積まれてるような状況ではなかったので、ここ急激に売りと買いが交錯して、今日1万2000枚ですからね、はい。で、ここがね、今日これ3万5000よりも上に行く、まあ、スプレッド中心だとはいえ、ここがもしね、買い長の、買いの方が多いようなバランスだとしたら、これ S q 値3万5000の上に抜けていくということになるので、まあ、ここね、3万5250、このあたりですよね、非常に、えっと、昨日、今日で枚数がドカン とでできているので、まあ、これがデビットとかのスプレッドでね、ちょっと組まれている枚数が急激に増えたということであれば、これ本当に3万5千三3万3千と3万4千の S q 値がなくてですね、8ヶ月3万2千でやったかと思ったらいきなり3万5千の S q 値と、まあ、こういう結果が明日見られるかもしれないということですね。まあ、ちょっともう私はもうさっぱりわからなくなりました。で、あの一応ね、 あのゴミのようになっていたコールデビットがいきなり復活してきているので、まあ私はね、もうちょっと上に行ってくれると、なんか知らんけど、棚ぼたでね、はい、あの、<laughs> 利益出るのであの、ポジショントークならば35,250円よりも上でよろしくお願いしますということになります。 はい。え、次に、えっと、これ、縦玉数のグラフですけど、まあ、あの、当然ね、SQ 直前は、さっき言ったように決済玉も増えて、あの、トレード枚数はドカンとなるんで、まあ、この辺はちょっと割引くとしても、やはりね、第2週目からもうずっと、コールの方が圧倒的にプットよりも枚数が多かったということで、まあ、さすがにこの1 年明けてからのこれだけの日本株の上昇っていうのを見込んで、コールサイド、まあ、上方面の、ね、コールデビット的なポジション積んでたのかどうかちょっと分かりませんが、こういったところも、まあ、データが積み重なってくれば、ね、はい、あの一つこう予想の糧になるんじゃないかということで。これは今 もうこれで12月、1月と2回分たまったんでね、えっと、今とも粛々と貯めていきながら、まあ、今年の後半ぐらいからは、これも一つ、この予想のね、あのー、材料としては使えるんじゃないかと期待はしています。はい、次にゴールドマンです。ゴールドマンは、うん日と、今日コールサイドは3万5000のコールと3万5000、250ですね、250枚ずつ。 で、プットはほとんど触っていないということで、まあ、これが売りか買いかはちょっとわかりませんが、まあ、これだけ株価が強いところを見ると、まあ、こっち買ってこっち売りか、どっちも買いか、まあ,あのど、パターン的にはね、これ500枚、うん、上に行っていいような形にしてるんじゃないかとは思っています。まあね、ちょっとこの、この辺り慌ててコールが入れて、なんとかこの辺をね、うまく形を整えたのかなと。ゴールドマンは、えっと、上と下で、 最初、両方売ってましたからね、3万3000円ぐらいだというオプションの手口が、気がつけば3万5000円を超えてますから、まあ、このあたりでコール買い越しにして、まあ、うまく乗り切ったんじゃないかなとは思っています。はいえ、次にアムロです。アムロは今日、昨日とほぼ同じかな、コールサイド3万2000枚、プットサイド2万3000枚という形になっていて、まあもう、あのアムロの場合は、第2週目ぐらいから、もう、えっと、コール買いの、えっと、プット プットは基本下は売り上の方はちょっとプット買いもあって3万3000もしくは3万2500円ぐらいはコールの買いとプットの買いもちょっとねぶつかってる部分があったりしましたが上に行き出してからは基本的にコールデビットコールデビットでこの辺りはちょっとバランスわかりませんがまあ上に行けば行くほどいい まあそこまでね、強い一辺倒のコール買いではなくて、コールの買い取りを入れてたと思いますが、枚数というかトレード枚数かなりね、あの出しているので、まあ全体的には上に行けば行け、行くほどいい形でした。もうここら辺が全部分かってる範囲だけでも、まああのしっかりと利益が出ているので、まあまあ粛々と売りと買いを切り上げながら、 やってきてるんじゃないかと思います。で、もうこれね、3万5千近辺でいいのか、もうちょっと下がいいのかってのはもうこれ全然開示から外れてるので、全くわかりませんという形ですかね。はい、最後は先物です。全 具体的に今週、S q 州は、ですね下水木と先物の,の枚数、トレード枚数自体は上がってきているという状況ですね、でそんな中、株価はまあ冒頭してるんですが、まあ、これ、当然、売り買いバランスが、ね、ちょっと分かんないんで、また来週の月曜日を待つしかないですけれども、まず、原先でやっぱりね、大きく買い越していると思います、もうこれだけ強い状況ですから、え海外勢が一 木の貝に回っているというふうに見た方がいいと思いますですからちょっと来週のね全周比がまあ、結構ここプラス数万枚になってるんじゃないかなという気はしています はい。ということで、いかがだったでしょうか、えー。明日は S q 日ですが、引き続き、まあもうめちゃめちゃ強いんでね、ずっと言ってるように、ボリンジャーバンド、バンドオークが終了するまでは、もう上、晴れです。で、あとは S q 値決まってから、ただね、多くの人がなんか S q 通過後下がるんじゃないのと思っていると思うので、これ意外とね、S q 値が決まって一旦下げた後に5番、 もしくは10時ぐらいから切り返してあれよあれよのねもう本当に3万6000円が近いみたいな動きもまあ全然あるので、まあ、ちょっとね2月切りのコールをもう崩れるだろうと思って急いで売ると危険かもしれないですねはいまあ、私もねちょっと早めに売って失敗してあの買いで蓋をして クレジットとデビットをコールで両方持つみたいな、ねはい、形になってたりするんですが、まあ、なので、もうちょっと、ね、天井をつけてから今度は、えっと、プットデビットの方のポジションを取っていこうかなとは思ってますがやはりまだ上だ、ね、SQ が決まった後もちょっと用心をしてチャートを見ておく必要があるかなとは思っています。 はい。ということで、今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンね、ポチッとぜひよろしくお,、ね、お願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね